はい、どうもタンタンです。この度ですね、レホですね、こちら音レス会が開始になりまして、第1弾として何本か入会いたしましたので、まあ、ご紹介したいと思います。まずはこちら、完全に入門用ですね。本当に LHUS の MM というモデルですけれども、もう非常に、まあ、本当コストパフォーマンスの高い、まあ、1本目としては、ね、まあ、十分かなというところですけれども、非常に、値段的に、ね、手の届きやすい価格のモデルになっているかなと思いますね。マホガニーのボディなんですけれども、ちょっとね、やっぱり、防犯ということもあるので、ガランとした感じ、ちょっと荒っぽい感じの音ではあるんですけど、まあ、ボリューム結構ありますし、家でこう弾いてね、楽しむっていう感じだと非常に良いかなと思いますね。音量的にも非常に、まあ、楽しめるかなと思います。家とかでね、こう気軽にこうそこら辺に置いといて、こういつでも弾けるようにしておきたいとか、ね、そういう人にも非常に勧められる一本じゃないかなと思います。こんな感じで、この価格帯としては珍しくバインディングがついてたりもしますし、なかなかそういったデザイン性もね、ある、そんな一本かなと思います。はい、ということで、まずこちらレホのですね、マホガニーモデル、ソプラノですね、 LHUS の MM、 こちらの方展示しております。レホシリーズ、またね、いくつかまた充実させていきたいと思ってますんで、ぜひ店頭にてお試しいただければと思います。それではタンタンでした。